今からピアノの絶対音感テストをします。パーフェクトピッチテストをします。レミファソラソファミレ。当たってます。ありがとうございました。せっかくだからいい材料がいいじゃない。だからもしわかったらお魚屋さんに頼んどこうと思って。ブイヤベースもいいかな。いずれにしてもいい材料がね。それと久しぶりにフルーツのピザも作ろうと思ってるの。好きでしょあの子。お母さん何、タケル君はお兄ちゃんじゃないんだよ。やだ変な子、そんなこと分かってるわよ。ありがとう。ありがとう。また少し壊れちゃったね。せっかく少し落ち着いたのに。ごめんなさい。ちなみが謝ることじゃないよ。でもな、ちなみ。ちなみの恋愛に口を挟むつもりなんてないけど、ちなみは彼のこと好きなのか、その男の人として。だったらやめておいた方がいいんじゃないかな。ドカーン。合格。